こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はタイガーメロンの種まきをしたいと思います。コメントでマクワウリのご要望がありましたが、このタイガーメロンもマクワウリもキュウリも育て方は一緒ですので、参考にしていただければと思います。タイガーメロンの種を12個水に含ませて、水分含ませて発芽をさしていますが、そのうち6個をプラングトレーに巻いて、あとの6個はポットに巻いていきたいと思います。それでは作業に入ります。こちらがタイガーメロンの、いつものように布にくるんで水分をたっぷり入れて、水を含ませて、水分含ませた後一昼夜置いて、その後水を全部捨てて、布が湿ってる状態で2、3日置いて2日置きますと、3日目にきれいに12粒全部発芽しています。発芽は簡単です。このメロン、ウリ類はキュウリも。ではプラングトレーにまず培土を入れます。これがかぼちゃを巻いた時の培土で全く一緒ですが、これには滝の種まき培土と赤玉土、小玉の小粒の赤玉土と、それからツナ、川砂とクンタンが入っています。それに水分を含ませて、適度な水分を維持しています。プラグトレーに巻くときは、普段はあまり赤玉土は入れないんですが、培土には肥料分がありますので、なるだけ培土と川砂とクンタンにしてますが、今回は赤玉土を入れたものに培土使います。ポットに、これが9センチのポットに、ポットの下に腐葉土とぼかしを混ぜたものをそこに入れまして、その上に土を入れます。これを6個作ります。プラグトレーにはこの腐葉土を入れることができません。プラグトレーの巻いた時のメリットデメリットと、それからポットに巻いた時のメリットデメリットにとしましては、まずプラングトレーに巻いて、プラングトレーの中で老化しないうちにこのポットに植え替えるっていうことは、根の張りが良くなる、環境を変えることによって刺激を与えて根の働きが、量が多くなるということですので、わざわざプラグトレーに巻いてポットに植え替えをしていますが、デメリットは植え替えが面倒いということです。プラグトレーは量が少ないですので、土が乾きやすいですので、それと植え替えが面倒い。最初からじゃあポットに巻いたらいいじゃないかということですが、根がこの中でいっぱいになった時になりやすいですので、その時が根の量がポットからプラグからポットに植え替えた時に根の量が多少は違うっていうことで面倒いことをやっていますが、このポットに植えた場合は、巻いた場合は土の量が多いですので乾燥しにくいです。そこのメリットがあるのと、このプラングから植え替えた時よりも根の量はプラグから植え替えた時の方が若干ではありますが多いと思います。そこの違いだけですので、ポットにそのまま巻いてもいいかなというのはあります。今回はどっちがいいかをちょっと試してみたいと思います。はい、これであとはお水をかけます。培土を入れた時には、あと必ず
お水をたっぷりかけて下まで十分に水分を行き渡らせます。下に抜けるぐらい。フラグも一緒です。下に抜けるぐらいたっぷりのお水を入れます。かけます。土を入れるときはお水をかけたら下に引っ込みますので、頭いっぱいまでいつも入れています。入れても必ずこのように下に下がります。はい、まずこのポットに巻きます。植え穴を真ん中に植え穴を、種まき用を穴を開けまして、この穴に種を、根の出ているところを下にして、もうちょっと切ってます。見えますかね。こうした方がいい、はい、これを芽の出ているのを下にして、穴の中に頭が隠れるぐらいに入れまして、上に土を寄せます。この芽を傷めないように穴の中にそっと入れて土を着せます。ちょっと頭が隠れるぐらい、頭が隠れるぐらいに入れて土を着せます。ポットに巻くメリットは、ポットの中の土の量が多いですので乾燥しにくい、乾燥しにくいということは管理が楽です。家庭菜園なんかの余計いらない場合、苗が余計いらない場合はもうポットに直接巻いた方が楽だと思います。デメリットは、数多く巻く場合はこのポットにしますと、数がポットがたくさん並びますので場所が結構広くいるということがデメリットになると思います。まあほとんどのお野菜の場合はこのポットに巻いた方が管理も楽ですのでいいかなと思います。次はプラングトレーに巻いてみます。プラングトレーも巻く位置にちょっと穴を開けて、種をこの中に落とし込みたいと思います。まず芽の出ているところを下にして、頭がちょっと隠れるぐらいで土を着せます。同じように芽の出ているところを下に巻きます。土に穴を開けるのは種の芽が傷まないようにするために穴を開けています。そして穴に埋めたら土をその上に着せて、はい、これで種まきが終わりました。このプラングトレーに巻く時のメリットとしましては、トマトなんかはプラングトレーに巻いて、それから発芽をしてポットに植え替えることによって根が十分にたくさん増えるというトマトの特性が、特にトマトは根の数が多いほど成長がいいですので、そのようにします。また他の多く巻きたい場合もポットだと場所を取るので、このプラグトレーに巻けば場所が狭いところでたくさんの種まきができますのでいいかなと思います。種まきでたくさんの量を巻いていい苗だけを育てたいという場合には、このプラングトレーに巻くといい苗だけを選別できますし、狭い範囲でたくさんの種まきができます。トマトのように根をたくさん欲しい場合はプラングトレーに巻いてポットに植え替えるとたくさんの根が出て健康な苗が成長しますので、そのようにしています。デメリットとしましては、土の量が少ないですのですごく乾燥しやすいです。それと温度の高温になった時に答えやすいです。土の量が多いと答えは少ないですが、このプラングトレーの場合小さいですので、少ないですので
水分の乾燥に弱いのと熱に弱いのがデメリットです。まあ、場所を取らないのでいい点もあります。苗を大きく育てるにはどうしてもプラグに巻いてポットに植え替えが必要というのもデメリットにはなりますが、それもメリットに変えることもありますので、そこは一概に全部が全部デメリットではないとは思いますが、まあ、そのようにいいとこ取りをやっていけば両方で種まきがどちらがいいかは判断された方がいいかと思います。ポットに種まきしたタイガーメロンはこのままで定植まで育てます。このプラグトレーに巻いたタイガーメロンはある程度本葉が見え出した頃にポットに植え替えをします。どちらの方がいいのかっていう検証をしてみたいと思います。違いが出るようであればまたその違いを動画でアップしていきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。